開催地、コート・ジボワールをはじめ、各国を代表する大臣閣下やリーダーの方々、フセイン事務局長、管理理事会議長、あらゆる宿女紳士の皆様、総務大臣の武田亮太と申します。万国郵便連合の設立以来、初めてハイブリッドという形式でこの大会議を実現したことは、世界で郵便事業に携わる方々をはじめ、 多くの人に勇気を与えるものですコートジボワー,ールの方々加盟国の方々 UPU 事務局の方々に心よりお祝いを申し上げます前回2016年にイスタンブールで開催された第26回大会議から5年が経過しましたこの間世界の郵便を取り巻く環境は大きく変化しております 電子商取引の飛躍的な発展が郵便のビジネスモデルを大きく変えつつある中で UPU は2019年の臨時大会議において到着料問題を見事に解決しましたそして2020年に新型コロナウイルスのパンデミックが発生しましたパンデミックで何が変わったのかこれが本日のテーマですパンデミックは 郵便への影響のみならず飲食業界、旅行業界など特定の業界にビジネスそのものの再構築を迫るような甚大な影響を与え社会の格差を広げる方向に作用しましたまた組織や教育の場が閉鎖され人々が集う場が奪われるなどパンデミックは社会の分断や 人と人とのつながりの希薄化をもたらしました日本でもコミュニティを失い孤独に苦しむ人々をいかに救済するかが大きな社会問題となっています一方でパンデミックはデジタル化の加速を人々に強く印象づけました例えば学校教育日々の仕事、買い物そして健康の維持については オンンライン教育テレワークオンラインショップ遠隔医療健康アプリといった形でデジタル化により代替されていきました今やデジタル化は効率化合理化の手段ではなく組織変革や新たな価値創出の源泉であり価値創造の過程そのものになりつつあります。私は総務大臣として 郵政行政に加え情報通信技術地方自治行政組織といった分野を所管していますがポストコロナ時代を先導する拠点としての郵便局を生かしきる観点から郵政行政改革に力を入れていますすでにお話ししたコロナ禍の社会の変化を踏まえとりわけ二つの方向性を大事にしています 一つは全国つつ裏々に存在する郵便局が行政コミュニティ経済等さまざまな分野において社会経済のラストリゾートとして機能していくこともう一つはデジタル化の時代だからこそ郵便ネットワークが持つ莫大なデータを用いて新たな付加価値を生み出し郵便局ネットワークがデジタル化を通じた 価値創造の拠点としての役割を果たすことです世界各国が厳しいロックダウンを実行する中郵便事業者が各家庭に対して生活に必要な物資を届け病院にワクチンを届けましたまた郵便局は様々な生活支援給付の窓口となりました日本の制度上どんなに小さな山合いの村にも郵便局は必ず存在します 郵便局ネットワークは人々の生活を守るラストリゾートとして必要不可欠な社会資産であることが再確認されました日本では1億3000万人の人口のほぼすべてが郵便サービスを利用し郵便貯金の口座を持ち郵便局を訪れますこれらの市民の方々の活動履歴やサービスの流れにかかるデータを 個人情報を守りつつ、さまざまな分野で有効活用することで、社会経済の諸相において、無駄をなくしつつ、新たな付加価値を生み出していくことが可能となります。日本の任意拠出金であるジャパンファンドによる UPU への貢献も、こうした郵便局ネットワークを通じた新たな価値の実現を世界でサポートしていきたいという、 理念で行っています日本政府は2011年から10年にわたり災害に強い郵便ネットワーク金融包摂郵便局の健康分野を含む社会的活用といった分野で UPU におけるさまざまなプロジェクトを支援しています。最近ではトという郵便ネットワークを活用して 世界の隅々までワクチンを効果的に送り届ける UPU の事業に我が国はこのファンドから約30万スイスイフランをししましたいずれも郵便局が価値創造の拠点として社会のラストリゾートとしてその役割を各国で遺憾なく発揮してほしいという思いからのコミットメントです。ご存知の通り 郵便業務理事会で議長を務めるメドキ氏が次期事務局長選挙に立候補していますコロナ禍では国際的な往来が希薄になり国と国の関係にもともすると遠心力が働いてしまいますメドキ氏は新たな時代において地域の違い、国のサイズの違い、発展段階の違い等を超えて各国をつなぐ架け橋として リーダーシップを発揮してくれると確信しており日本政府としても彼の立候補を全面的に支援しておりますすでに述べた通りポストコロナ時代において UPU の果たす役割はこれまで以上に重要なものとなります加盟国としての政策議論への貢献人材面での貢献財政面における貢献などあらゆる角度から UPU 及び世界の郵便業務の発展に向けて日本は一層深く多面的に貢献する決意があることを皆様にお伝えしたいと思います本サイクルにおける加盟国と UPU 自民国の努力の集大成として本大会議が成功裏に終わることを心から期限いたしまして私からのプレゼンテーションを終えたいと思います ありがとうございます。